ゆっくりしていってねー。どうしたのぜレイム、ヤブからステックに、クラウセダーフト G フジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、アクアマンの、レビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりして。今北産業、DC コミックが生んだ界のヒーローの実写映画化、誰におすすめなのぜ。スーパーヒーロー映画好きにおすすめ。普通に面白いし、本当によくできている作品。では、ここからはこの映画のあらすじを解説します。時は西暦 X 年、そういうのいいのぜ。不当に政略結婚を嫌って界の国アトランティスから、逃げてきた主人公のカッチャマ。この役者、結構スーパーヒーロー映画に出てくるなって思って、調べたらニコール・キッドマンだったのぜ。なんやかんやあって第一発見者の人間の、トッチャマ、クローン・トルーパーに助けられる。このトッチャマなんか髪の毛不自然じゃないのぜ。まあそんな感じで、量産型ストームプルーパーに介護されたニコール・キッドマンはその後、人間とアトランティック人のハーフの主人公を生成。アトランティスって都市伝説の、人間たちの慣れの果てが魚人って設定なのぜ。で、なんやかんやあって、カッチャマは政略結婚しろって圧力に屈して海に戻る。その後サクッと成長した主人公は、悪を倒すスーパーヒーロー活動をしていたところ、海賊の親子のトッチャマを倒すことで、息子のヘイトが爆増する。こいつがこの後、逆恨みパワーでずーっと、主人公のことをストーキングし続ける、勘違いや野郎になるのぜ。こいつって逆恨みだってわからないくらいお味噌悪いし、最近見たヴィランで、マダムウェブに出てきたコスプレ変態おじさんと同じくらい、しょぼいやつしててベネです。で、なんやかんやあって、海の底では、人間どもが海を汚すことに対して、激おこぷんぷん丸した過激派の種違いの弟。こいつはカッチャマが海に戻った後に、政略結婚の相手と作った今作のヴィランなのぜ。こいつが、もう人間どもが海を汚すのけしからん。ということで、前半で主人公が逃がした海賊とマッチポンプをして、海の民のヘイトを人間どもに向けさせることに成功。海底人と人間の全面戦争になっちまう。こりゃあ剣飲んだ。ということで今作のヒロインの赤髪が主人公にお前が王になって、過激派の弟を粛清して全面戦争を阻止してくれや、という依頼をしぶしぶ受ける形で、グリーンゴブリンの助けを借りたり、借りなかったりしつつ、ウィレム・デフォーなのぜ。ウィレム・デフォーさんめっちゃ好き。過激派の弟を粛清するには、伝説の槍が必要ですというところから、このヒロインの好感度を上げる諸国漫遊録をしつつ、ここからのメロドラマシーンがクッソいらない、6倍速とかで飛ばすシーンなのぜ。かませ犬のクソダサ黒人を倒して、伝説の槍を手に入れて、過激派の弟との最終決戦に挑むのであった、というシナリオです。はい。ここからは感想というか、結構よくできているなという部分の解説をします。まず、2018年の映画なだけあって、しっとりとしていて、それでいてベタつかない、すっきりしたシナリオにできている部分であり、2020年を生きるこらえ性のない、視聴者さんに最適化されており、主人公はサクッとスーパーヒーローになって、人助けのシーンから始まるし、スーパーヒーローものの位置でありがちな、主要シーンを、シーンの合間に、ぶつ切りで入れているために、だるいと感じさせない作りがお上手というか、これからのスーパーヒーロー映画の手本になるような編集でべね。次に、CG の使い方の取捨選択がよくできており、この映画はほぼブルーバックでの撮影でありならが、あまり予算がつかなかった中予算作品のような味付けであり、ところどころ、例えばこのシーンとか、このシーンで荒が目立つが、作りが荒いから背景が浮いちゃってるのぜ。最近のスーパーヒーロー映画は、CG を使うシーンをマックス10分とかに決めて、違和感なく CG を作るのぜ。その点この映画は、結構 CG が出ずっぱりな映画だから、1シーンごとにこだわって作っちゃうと、予算が壊れちゃう、になっちゃうから、1シーンのクオリティはそこそこにして、その分全体の平均クオリティを高めるって、選択をしていると思うのぜ。そうそう、だから髪の毛が水の中で、ふよふよしている CG とか頑張っているけど、それ以外のライティングとかが甘いんだよね。で、割と頑張っているなってシーンがここで、入場の際に上から水をかぶせることで、なんかそれっぽく演出してたりしててゴイスーって感じ。あとは、DC コミックって、いまいち垢抜けないというか、マーベルコミックがメジャーリーグだとしたら、DC コミックは野球って感じのマイナーな雑誌なのだが、このブラックマンタとか見たら、ああ、こりゃあパッとしないのぜ。ってなるよね。ここがおまんじゅう的に DC コミックの優れた部分だと思うんだけど、なんていうかセンスがないんだよね。この全体的に醸し出される、クソダサな感じがこの雑誌はダメな子って印象でありべね。このシーンとかも、ウェイ系のナイトプールかなって思ったのぜ。いつかウェイ系になってみたいって思いました。で、この映画は、途中の諸国漫遊ラブロマンスシーン以外は、ずっと出ずっぱりでバトルしている感じなので、視聴者さんたちを飽きさせない工夫がされていてベネだし、DC コミックのモルトベーネな部分である、大抵ハッピーエンドで終わるってご都合主義な部分が、ハッピーエンド至上主義のおまんじゅうたちと感性が合う、シャガームとかシナリオがハッピーエンドしてて、本当にモルトベーネなのぜ。では、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1、中星 3.5。普通に面白い。いやー、この映画ってサックサクにシナリオが進むし、ほとんどのシーンがバトルシーンだし、登場人物たちの勢力図もすっきりしててわかりやすいし、ここまであんこ空っぽにしてたしなめるシナリオや、コンテンツはそうそうないって感じで、最近の極めてたしなみにくくなった、マーベルシネマティックユニバースと比較すると団地で面白い。というのはこの映画って細かいあらが結構あって、例えば生金魚を食べるくらい、未開の蛮族なのに超化学兵器とか作れたりとかなのぜ。そうそう、そんな感じであらは結構あるんだけど、シナリオと見せ方が面白いから、全然気にならないんだよね。これは面白いシナリオの映画ってのは、視聴者さんは多少のあらは気にならなくなるのぜ。あとは、全体的にビジュアルのセンスのなさだったり、最後のエンディングの歌で使われている CG とかって、アイアンマン1の頃のオープニングで使われた CG の手法を使ってて、2018年の映画でまだこの手法するかという、あの頃は、斬新で、これがマーベル映画か、ってあの導入を見た後の、早く出してくれよ、もう待ちきれないよ。って感じの、演出がくっそかっこよくてよかったのぜ。そんな感じでダメな子な感じが、可愛らしくていいなーって、ほっこりした気持ちにさせてくれてべね。ダサいってのはセンスなのぜ。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピース。